アルベルト・プーチ・デラ・ローサは、スペイン・バルセロナ出身の元モーターサイクル、ロードレースライダー。1987年に、スペインのコンストラクターズマシンである、JJ コバスを借り、ロードレース世界選手権 250cc クラスに、デビュー。1992年には、アプリリアを買って初、表彰台を獲得し、シリーズランキング6位に入った。翌百九十三年には、 首都ポンスのチームでホンダを借り、シリーズ9位の成績を残した。1994年には同じくホンダポンスチームから最高峰 500cc クラスにデビューを果たし、NSR500 を買って、第6戦ホッケンハイムでは3位表彰台を獲得、年間ランキングでは5位に入る活躍を見せる。結局この年がプーチにとってのベストシーズンとなった。 二年目の1995年には、第四戦母国スペイン GP で、初優勝を遂げた。その後もコンスタントに上位での完走を続け、躍進が期待されたが、第八戦ルマンで左足に重傷を負ってしまい、シリーズ残りのラウンドの欠場を余儀なくされた。1996年開幕戦からレースに復帰し、同郷のカルロス・チェカをチームメイトにシリーズを戦ったが、 怪我の影響が残って、思うような結果が残せず、結局プーチは1997年の最終戦をもって現役を引退した。引退後は後進のライダーの育成に熱心に取り組んでいる。2001年には、スペイン国内のロードレース選手権に、ケイシー・ストーナーを参戦させ、ランキング2位を獲得したストーナーを、ルーチョ・チェッキネロに推薦し、 翌2002年の GP デビューに導いている。同じく2001年には、ロードレース世界選手権 125cc クラスのチーム、テレフォニカモビスタージュニア、ホンダのチーム監督としての活動を開始し、2003年には、ダニペドロサが 125cc クラスのチャンピオンを獲得した。また同年より 250cc クラスにも参戦を開始し、 翌2004年からは 250cc クラスのみに、集中、2004年2005年と、ペグロサが同クラス連覇を果たした。また2004年から始まった、ホンダの若手日本人ライダー育成制度、ホンダレーシングスカラーシップの受け皿となり、第一期ライダーの青山博和のデビューチームとなった。チームは2006年より、タイトルスポンサーがレプソルに変更になり、モートジッピークラスと同じ。 レプソル・ホンダとなった。同年には、ホンダスカラーシップの第3期生、青山修平が同チームからデビューを果たしている。チームは2007年シーズンをもって250、CC クラスでの活動を終えた。2006年に、ペドロサが、モートジッピークラスにステップアップして以降、プーチは、レプソル・ホンダで、ペドロサ担当のスポーツディレクターとして活動している。 また2005年からは、ドーナと共同で、モートジッピーアカデミーを運営し、ブラッドリー・スミス、スコット・レディング、中上隆明、ジョナス・フォルガーら、若い才能の発掘に寄与している。2018年1月、ホンダ・レーシングが、プーチをレプソル・ホンダのチームマネージャーに寄与することを発表した。ありがとうございます。